設置抵抗系とは設置された胴体と大地間の電気抵抗を測定する機器のことである。設置抵抗測定非測定電極から電流補助棒に一定の測定電流 IA を流すと設置電極と電圧補助棒間の電圧 VV がわかる。設置電極と電圧補助棒間の電圧は抵抗に比例するので抵抗でメモった。 指示系により設置抵抗 R イコール V、I、オメガを求められる。この測定方法を電圧降下式または低電流式の設置抵抗測定という、現在では直読式設置抵抗計が一般的な設置抵抗の測定によく使用されている。設置電極と電圧補助防寒の電圧を測定電流で除して求めるが、計算は測定機内で、 自動的に行われる。電源は電池からインバータで数十ミリアンペア程度の低電流の交流を得ている。分局現象の防止、周波数の安定度や商用周波電流の誘導を避けるためなどから当該測定器が流す測定電流の周波数は数百 Hz である。設置電極と電圧補助防換の電圧は微小なので、 増幅して指示系を動作させている。フィルタは、瞑想地電流の影響を除くためのものである。これ以外の測定方法には、交流電位差系方式、コールラウシュブリッジ方式、大電流電位効果法、異周波交流電圧効果法、分流法などがある。電圧効果式や、交流電位差系方式の当該測定器は、携帯用の設置抵抗系として用いられている。鉄道や、 変電所など大規模な設置を行った場合の設置抵抗を測定する場合は大電流電位行加法、異周波交流電圧効果法、分流法などを採用する直属式設置抵抗系の標準的な使用方法設置抵抗計はメーカーによってその取扱いが異なるので取扱説明書に従って使用する。ここに直属式設置抵抗系の標準的な 測定方法の一例を示す、別点図のダイヤル D を回して、県流計 g の指示が例の時の指標 S の読みが、設置抵抗値である、補助電極は、相互の影響を避けるため、測定する設置電極と電圧補助棒管、電圧補助棒と電流補助棒管は、それぞれ10メートル程度としている。電圧補助棒の位置は、設置電極と、 電流補助棒の直線上が好ましいが30度程度までは許容できるとされている。核補助設置棒は 20cm 以上地中に打ち込めばよく、その設置抵抗は500オーム程度以下ならば誤差は無視できるほどに非常に小さい。通常の測定方法は、非測定設置局、電圧補助設置棒、電流補助設置棒の3極が用いられることから3局法と呼ばれる。 下記に直属式設置抵抗計の測定手順の1、例を示す。測定しようとする設置電極から10メートル程度離して電圧補助棒を打ち込む。電圧補助棒から10メートル程度離して電流補助棒をほぼ一直線になるように打ち込む。できれば、非測定設置局の設置線を設置機器の設置端子から外す。 設置抵抗系の E 端子のリード線を、非測定設置局に接続する。電圧補助棒のリード線を、設置抵抗系の P 端子に接続する。電流補助棒のリード線を、設置抵抗系の C 端子に接続する。電池チェックのため、設置抵抗系の切り替えスイッチを電池チェック、B にする。設置抵抗系の測定ボタンを押す。 設置抵抗計の指針がメモリ板のチェック枠内にあることを確認する。設置抵抗計の切り替えスイッチを地電圧測定 V にして地電圧の有無を確かめる。地電圧が取扱説明書指定値以上の場合には、設置電極を電気配線から切り離すか配線のスイッチを切るなどして、地電圧を取扱い説明書指定値以下にする。 設置抵抗計の切り替えスイッチを、設置抵抗測定、オメガにする。設置抵抗計の測定ボタンを押す。測定ボタンを押しながら、設置抵抗計のダイヤル D を回し、権流計 g の指針が例になるように、バランスを取る。設置抵抗計のダイヤル D の指標 S の読みが、設置抵抗値となる。測定値を記録する。設置抵抗計の標準的な、 使用方法設置抵抗計の標準的な使用方法2017年1月現在では直読式設置抵抗計の他に設置抵抗計と設置抵抗計も一般に普及している。下記に設置抵抗計と設置抵抗計の測定手順の一例を示す。測定しようとする設置電極から10メートル程度離して電圧補助棒を打ち込む。電圧補助棒から10メートル程度離して 電流補助棒をほぼ一直線になるように打ち込む。できれば、非測定設置局の設置線を、設置機器の設置端子から外す。設置抵抗系の E 端子のリード線を、非測定設置局に接続する。電圧補助棒のリード線を、設置抵抗系の P 端子に接続する。電流補助棒のリード線を、設置抵抗系の C 端子に接続する。電池チェックのため。 設置抵抗計のレンジ切り替えスイッチを電池チェック、バトチェックにする。設置抵抗計の測定ボタンを押す。設置抵抗計の指針がメモリー板のチェック、枠内にあることを確認する。設置抵抗計のレンジ切り替えスイッチを地電圧測定、アースボルテージにして、地電圧の有無を確かめる。地電圧が取扱い説明書指定値以上の場合には、 設置電極を電気配線から切り離すか、配線のスイッチを切るなどして、地電圧を取り扱い説明書指定値以下にする。設置抵抗計のレンジ切り替えスイッチで最適な、測定レンジを選択する。設置抵抗計の測定ボタン B を押す。設置抵抗計の表示が、設置抵抗値となる。測定値を記録する。設置抵抗計の使用方法設置抵抗の測定に、 最初、地表が、コンクリート舗装、砂力、岩盤などで補助設置棒が打ち込めない場合には、測定周波数の高い設置抵抗計を用いて、棒の代わりに補助設置棒を用いる方法がある。一般に、この方法では、地表が、コンクリートの場合は測定できることが多いが、アスファルトのような時は困難と言える。また、岩石粒や砂地のところなどでは、 この方法を用いると良い、下記に測定手順の一例を示す。測定しようとする設置電極から10メートル程度離して、補助設置網を地表に密着させて敷く、補助設置網から10メートル程度離して、補助設置網をほぼ一直線になるように地表に密着させて敷く、地表に敷いた補助設置網、補助設置網の上に電圧補助棒と電流補助棒を それぞれ横にしておく。それぞれの補助設置網に水をかける。できれば、非測定設置局の設置線を、設置機器の設置端子から外す。設置抵抗系の E 端子のリード線を、非測定設置局に接続する。電圧補助棒のリード線を、設置抵抗系の P 端子に接続する。電流補助棒のリード線を、 設置抵抗計の C 端子に接続する。電池チェックは3極法に同じである。地電圧チェックも3極法に同じである。設置抵抗測定操作も3極法に同じである。設置抵抗計の使用方法簡易設置抵抗測定法とは、設置抵抗値がすでに分かっている。設置局を用いて、非測定設置局の設置抵抗値を測定する方法を言う。この方法は、 季節設置局と非測定設置局とにより、設置抵抗時を測定することから、二極法ともいい、D 種設置工事の設置抵抗を測定する場合に、用いられる、非測定設置局の周囲が補装されている時など、補助設置棒が打つことが困難で、補助設置棒が使用できない場合に、この方法を用いると良い。下記に簡易測定法による、測定手順の一例を示す。 設置抵抗系の P 端子と C 端子を短絡する。設置抵抗系の P 端子と C 端子を短絡したリード線を設置抵抗の分かっている B 種設置工事の設置局や平い針の設置局に接続する。設置抵抗系の E 端子を非測定設置局に接続する。電池チェックは3極法に同じである。地電圧チェックも3極法に同じである。設置抵抗系の切り替えスイッチを 設置抵抗測定、オメガにする、設置抵抗系の測定ボタンを押す。測定ボタンを押しながら、設置抵抗系のダイヤル D を回し、権流計 g の指針が例になるように、バランスをとる。設置抵抗系のダイヤル D の指標 S の読みが、B 種設置抵抗値と非測定設置局の、設置抵抗値の輪となる。 規則定設置局の設置抵抗値は、設置抵抗計の指標 S の読みから B 種設置抵抗値を差し引いて求める。規則定設置局の設置抵抗測定値を記録する。下記に簡易測定法による、設置抵抗計と設置抵抗計の測定手順の1、例を示す。設置抵抗計の P 端子と C 端子を短絡する。設置抵抗計の P 端子と C 端子を短絡したリード線を、 設置抵抗の分かっている B 種設置工事の設置局や、平い針の設置局に接続する。設置抵抗系の E 端子を非測定設置局に接続する。電池チェックは3局法に同じである。地電圧チェックも3局法に同じである。設置抵抗系のレンジ切り替えスイッチで最適な、測定レンジを選択する。 設置抵抗計の測定ボタン B を押す。設置抵抗計の表示が B 種設置抵抗値と非測定設置局の設置抵抗値の輪となる。非測定設置局の設置抵抗値は、設置抵抗計の表示から B 種設置抵抗値を差し引いて求める。非測定設置局の設置抵抗測定値を記録する。ありがとうございます。